クレイマイナス -2。CPU 筐体の背後に、液冷装置、横に、ディスク装置がある。クレイマイナス -2 の上部の詳細クレイマイナス -2 の内部、クレイマイナス -2 は、1985年に、クレイリサーチ社が提供したベクトル型、スーパーコンピュータである。リリース当時、世界最高速の座を、NECSX-2 から取り戻した。クレイ -2 は1 9九十年、 ETA-10G にその座を明け渡した。クレイ -1 の成功と同時に、シーモアクレイは直ちにその後継機の設計に入った。1979年、大企業となったクレイリサーチの中で彼は、絶え間ない雑事の割り込みに悩まされ、以前にもあったように管理職を辞任して新たな研究所を設立することにした。ミネアポリスの CDC から、 ウィスコンシン州チッペはフォールズに移った時と同様クレイ社の上層部は彼の要望を理解しコロラド州ボルダーの新たな研究所開設をサポートした。この新たなクレイラブスで独立コンサルタントとして働きつつ彼はチームをまとめて完全に新しい設計に取り組み始めた。この研究所は後に閉鎖され10年後に コロラドスプリングスに新たな研究所が開設されることになる。クレイは以前に高速化に関して3つの改良を同時に行うという問題に取り組んだことがある。機能ユニット数を増やして並列性を増し、高密度実装によって信号遅延を短くし、各コンポーネントを高速化することによって全体のクロックを高速化する。 このような設計の典型例として CDC8600 がある。いくる技術で高速化した4台の CDC7600 を1メートル四方のサイズに詰め込み、8ナノ秒のサイクル時間で駆動した。しかし、このサイクル時間を達成するために必要な高密度実装のせいで、マシンは頻繁にダウンした。回路基板が中密に実装されたため、一つのトランジスタの誤動作が、 モジュール全体の障害を引き起こし、基板上のトランジスタ数が多いために全体としての故障率が極めて高くなってしまったのである。この問題の解決策として他の業者がすでに採用していたのは集積回路を使うことであった。各 IC は自動化された製造プロセスによって複数の部品を組み込んだ回路を内部に構成している。IC が故障したら、 別の IC に差し替えるのである。8600がデザインされた頃、単純なモス f ッ t ベースの技術ではクレイが必要とした、性能を達成できなかった。しかし着実な改良により、1970年代中盤には、クレイ -1 で12.5ナノセカンドの速度で動作できるまでになった。実際、クレイ -1 では IC によるサイズの低減効果で、 回路を8600よりも多く搭載でき、性能も若干向上した。IC は進化し続けたが、IC の物理的な大きさは主に機械的な限界に制限された。つまり、部品としての IC をハンダ付けするためには、ある程度の大きさが必要だったのである。マイクロプロセッサの進化を見ればわかる通り、そのような密度的な進化も可能なのだが、クレイが使っていた IC の頃は、 IC 自体の実装密度が低く、改良は低滞期にあった。クレイが常に課していた目標であるクレイマイナス1の10倍の性能を達成するには、マシンはさらに複雑化する。そのため、彼は再び8600の時のような解決策を採用した。すなわち、高密度実装によって、クロックを倍にして、プロセッサ数を増やし、 それによって発生する熱の問題に対処しようとした。クレイはまたシリコン技術の進歩がほとんど収束したと思っていた。クレイマイナス1の12.5ナノセカンドというサイクル時間を半分にすることは可能だろうとは思っていたが、簡単とは思えなかった。しかし代わりにガリウムヒ素ベースの回路を使うという可能性があった。ギャスでは 少なくとも10倍のスイッチング速度を低電力で達成でき、結果として発熱も少ない。1970年代終盤から80年代初期にかけてコンピュータ業界全体がガスを広範囲に採用しかけているように見えた。クレー社のチームは他社を打ち負かすために、ロックウェルインターナショナルの半導体部門と共に働いた。しかし、チップは生産可能な状態ではなく、 クレイマイナスには既存のシリコンベースの設計で行くしかなかった。別の設計問題はプロセッサと主記憶装置の間の増大する性能差である。CDC6600 の時代にはメモリはプロセッサと同じスピードで動き、主要な問題はデータをいかにしてメモリに送り込むかであった。クレイは小型のコンピュータを10台追加して、 それらが低速長い部記憶装置を制御し、メインのプロセッサが演算している間に、それらがメモリ上にデータを一気に書き込むことでそれを解決した。この解決策はもはや何の役にも立たない。メモリはデータセット全体を読み込めるくらい大容量になったが、プロセッサはメモリよりずっと早く動作し、しばしばメモリからデータが到着するのをずっと待つことになってしまう。 4つのプロセッサを追加することはこの問題をさらに悪化させた。この問題を避けるために新たな設計では1 2 8 k バイトの極めて高速なメモリを中心に置きバックグラウンドプロセッサを4個それぞれ独立した高速なパイプでその高速メモリに接続するようになった。いわゆるキャッシュメモリでありフォアグラウンドプロセッサがメインメモリとキャッシュメモリの間に置かれ 複数の G ビットレベルのチャンネルでデータをやり取りした。フォアグラウンドプロセッサは、コンピュータ全体を制御し、記憶装置と複数のチャンネルを効率的に動作させる。バックグラウンドプロセッサが実行すべき命令は、データ用のパイプとは別に8個の16ワードバッファで供給される。現在では、このフォアグラウンドプロセッサは、ロード、ストアユニットと呼ばれ、CPU の中に組み込まれている。 主記憶装置は同時並行的に異なる領域にアクセスできるようになっており、プログラマは高い並列性を得るためにデータを分散させて配置することができた。この手法の問題点は、フォアグラウンドプロセッサーにデータを集めさせたり、分散させたりする機能を組み込むことがコストを増大させる点である。また、データセットが非常に小さく分散させることができない場合、 単純なアーキテクチャのマシンよりも性能が悪化する。クレイナス -2 では IC を目いっぱい実装した大型の回路基板を使うよう設計された。そのためハンダ付けが極めて困難となったが実装密度は性能目標を達成するにはまだ不十分であった。チームはこの設計問題に関して2年間働き、誰もがシーモアクレイが諦めたと言って、 プロジェクトを中止して全員を首にしてくれないだろうかと思い始めた。レス・デイビスはこの問題の優先順位を低くすることを決めた。いくつかの小さな人員移動の後、チームは以前のように作業を続行した。クレイマイナス2の高密度実装6ヶ月後、クレイは解決策を得た。彼は主要な技術者を集めて会議を開き、 問題の新しい解決策を見せた。大きな一つの回路基盤ではなく、8枚のカードを三次元的に積み重ね、それらの間をピンで縦に繋ぐのである。カードは互いに接するように実装されたので、高さはわずか3インチ程度だった。しかし、この実装密度では、従来の冷却方式が全く使い物にならない。IC の周囲に空気が流れる隙間がほとんどなかった。 代わりにシステム全体を 3M が開発した新しい不活性液体フロリナートのタンクに浸すことになった。液体は熱せられると筐体の上部に上がっていくので、ポンプで蒸発冷却を使った別の装置に送り込み、冷却した後で再度コンピュータ側の筐体に戻す。この新しい設計が開始されたのは1982年であり。 最初の設計開始から数年が経っていた。その間、スティーブ・チェンダは、クレー社本部で、クレー XMP を開発しており、それが、クレー -2 の売れ行きに、重大な影響を及ぼすと思われた。この内部の脅威と日本から出てきた、いくつかのクレー -1 風のマシンに対抗するため、クレー -2 のメモリシステムは改良され、サイズを増やすとともに、 各プロセッサのパイプ数を増やし、性能は劇的に改善された。1985年にクレイマイナス -2 がリリースされた時、開発の遅れはあまりにも大きく、性能上の利点はメモリの高速性だけとなっていて、大きなデータセットを処理する場合以外には購入する、意味はなかった。この大型のメモリは軽視すべきではない。 最初に出荷されたクレイ -2 に搭載されたメモリ容量は、それまでに出荷された全クレイ製品に搭載されたメモリの合計よりも大容量だった。シミュレーションは 2D 領域や劣悪な 3D から、より素晴らしい 3D 領域に進展した。というのも遅い仮想記憶に依存しない計算が可能だったからである。スペースを時間と交換するこの単純さは、 スーパーコンピュータそのものである。クレイマイナスにはアメリカ国防総省とアメリカ合衆国エネルギー省のために主に開発された。用途は核兵器研究や海洋学が想定された。しかしそれだけにとどまらず、クレイマイナスには軍用以外の機関、大学、企業など世界中で導入された。クレイマイナス2の後継として、 クレイマイナス3が開発されたものの、開発時の問題のために一つのシステムが構築されたのみで、開発資金は回収できなかった。クレイマイナス2の精神は、クレイ社のクレイ X1 に受け継がれた。ありがとうございます。